ベルリンエスバーンの T アガルテン駅から東を望む。6月17日通りの先に見えるのが、戦勝記念塔6月17日通りは、ドイツのベルリン中心部を横断する、東西幹線道路の区間名称である。区間は、ウンターデンリンデン西端となる、ブランデンブルク門から T アガルテンを抜け、シャルロッテンブルク地区のエルンストロイター広場までである。 ほぼ中間運転にあたるグローサーシュテルン中央には戦勝記念塔が立ち、また塔とブランデンブルク門館の沿道には1945年に建てられたソビエト戦争記念碑がある。ミッテ地区からティーアガルテンを通り抜けシャルロッテンブルクまで通じることから、1953年以前はシャルロッテンブルガー諸星と呼ばれていた。1799年に舗装され、19世紀の 急激な発展で西への主要観戦道となった。第一次世界大戦の火蓋が切られた1914年8月の軍事パレードでは市民数十万人が集まった。第二次世界大戦ではこのような光景は見られなかったがアメリカ人ジャーナリストで歴史学者のウィリアム・エル・シャイラーはアドルフ・ヒトラーがパリから凱旋した1940年夏に大規模な戦勝パレードが行われたとしている。 東西の軸に当たることからナチス機にはパレードルートに指定され、沿道には針十字機がはためいた。道幅も広くなり、1938年には世界史とゲルマニア構想の一環として国会議事堂前にあった戦勝記念塔が現在の位置に移された。ベルリンの戦いで市内の全空港が利用不能になると滑走路になった。 1953年6月17日の東ベルリン暴動では多くの労働者の命が在独ソ連軍とドイツ人民警察に奪われた。この悲劇を後世に伝えるため西ベルリン側にあったこの通りは同年現名称に解消された。ラブパレードやライブ8といった大規模イベントでは会場となり、また2006年のワールドカップでは6週間にわたり、 車両通行禁止になった。現在でもベルリンマラソンのスタート地点となっている。ありがとうございます。